はい、です。はいはい、そんなのでリベンジ行ってきます。ピローン。あ、終わった。あ、あれ、あ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 れ、あ、あ、あ、しかもやばい、イビルハックマンだ。やばいやばい、どうしよう。なんかちょっとユタさんの動き大丈夫かな、これ。ユタさんの動きちょっと怪しいけど大丈夫かな。よいしょー。引いちゃったんだけど、引いてしまったけど、よいしょー。はい、あ、負けた。はい、ナイス。負けた、負けた。わー、もう返しとけー。おいー。ナイス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 。まあ最初ケイリーさん。え？え？ケイミーさん。どうした？ケイミーさん。ヤニ、ヤニ切れた？ヤニ。母さん。切れてるかも。はい、めっちゃ嬉しい。ね、引いちゃったんだけどね。もうちょっと、やだ、引いちゃったんだけどね。どうする？どうしよう。インポスター引いてそうだったら釣ってくださいって言っちゃった。自己紹介で。どうしよう。どうしよう、釣られたくないけど、どうしよう。え、やだ、これわかんないでしょ、これの見方。まあ、そのまんまなんだけど、そのまんまなんだけど、わかんないんだけど。やばい、拓也さんだ。よいしょー。わっせ、よいしょ、どっこいしょ。わっせ、ほらしょ。わー、今下できるしたかった。おー、ナイス。アイス。アイス、アイスクリーム、アイス。アイス。え、さっきの千野さんのゲイミーさんって呼びかけは何だったんですか？うんうん、英語が読めないからなんて読むのかなってゲイミー。読める方おかしくない？セブンの方読んだけどね。どういう呼び方？はい、めっちゃやばいね。投票にロースけてるんだけど、やばいんだけど。よいしょー。はい、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 よいしょー。あ、やばい、夜によって同じところだ。どうしよう、フェイクタスクの時間がおかしいって言われたらどうしよう。よいしょー。はい、はい、はい、はい。はい、はい、はい。よいしょー。ね、待って、どうしようね、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 どうしよう、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 どうしよう。はい、はい、はい。やばい、しまった、やばい。わっせ、わっせ。え、やばい、米様なってる。やばい、行くしかないじゃん、これ。よいしょー。あ、よいしょー。ダウンロードこっちでしてたことにして。よいしょー。よいしょー。え、待って、なんか今ちょっと戻った動きしなかった。てか、ショートキルで申し訳ない。はい、ね、はい、はい。はい、シャワーのタオルタスク前で、アーカイブシャワー館の扉は閉まってます。どっちから発見ですか？メインホール、除染で、はい、アーカイブ端脇をしてて、シャワー降りた時にユタさんがシャワーの奥のカンカン方面に向かっていて、除染に行ったところ、除染で先にタクヤさんがシャワーを浴びていて、でタクヤさんが先に出て行って、そのタイミングで停電が起きて、だからタクヤさん大変だよ、なんだっけあれが起きました、はい、はいはいはい、で終わって、そのシャワーの方で誰か死んでそうだなと思ってメインシャワーの扉開けて行ったら死んでたんで、またがやさんの話は聞きたい。あ、ピーチどこか教えてほしい。シャワーのタオルタスク。あ、シャワーのタオルタスクだったら僕から竹谷さんに白出すわ。コミュニケーション、電気室に置いてっていて、その前に診察でバイタルを見ていて死んでないんですよ、誰も。その後に診察、電気を通って石油キッチンの方行ってコミュの方を向かっているんですけど、展望デッキから最後センちゃんが現れたのを確認している。コネクトキラーだったらセンちゃん一応行けちゃう位置になるかな。はい、竹谷さんは無理。シャワーメインが閉まってるなら。それであれば僕からも高谷さん白出せて、俺は貨物、コミュサボが鳴った段階で配線と給油タスクやった後に貨物からバイタルの扉開けて、そのまま高谷さんのところが3番かな、3が6の位置で最後視認してるから、ルート的にはベントキルができない、シャワーからの介入しかできないんだけど、結果的にはアーカイブとかも閉まってるから無理だね、ルート的。うん、でしたらおそらく竹田ってやっぱ両キル関われない人だと思います、うん、ずっとエレ聞いました、アワさん立ってから。そうですね、下に見え、下で見てないですね、お二方と。でメインシャワーが閉まっているならなお、竹田さんって無理。リソースさんとかみかんさんとか、そのガンガンガン浮きで、キッチン端脇、ゴミ捨て武器しまう、コップピッといってハンドルやって、ダウンロードやって、今コッ
ビッとコップビットの扉開けるで、あの米の扉開けて直そうとして終わり。武器庫管は閉まってたはず。それ青さん、うん、どうぞ。はい、はい、でタヌプヨとセブンゲーミーがエンジン沸き、タヌプヨが宿舎前ダウンロードでセブンゲーミーが金庫に行く。で僕は最終、ミーティングで終わり。センちゃんが上から下がってきたってぐらいです。はい、下に下がっていきました。リンさんとミカンさん最終作業を教えてもらっていい？あ、初手です、初手。あ、ミーティング、ミカンさんもミーティング。あ、そうなの。おたさんミーティングでタヌプヨさんまで見えてるけど、リンさんは見えてないです。あ、そうなんだ。はい、見えてます。いや、扉とか概ね合ってると思うんだけど、あ、やばい、ここだけ開いてるのおかしいことになっちゃう。ここ開いてるのがおかしいことになっちゃう。あ、でも誰かこっちにってなった。いや、どっちみち怪しいな。よいしょー。はい、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 よいしょー。はい、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 はい。はい、はい、はい、はい。あ、あ、なんというところで。よいしょー。よいしょー。はい、はい、はい。よいしょー。はい。はい。よいしょー。誰か来ないかな？あ。あーやばい！うわー。リンさんが目の前で切ってます。はーい。え、私？リンさんです。リンさんです。リンさん今ミーティングにいなかった？です。え、そう、今、ミーティングにいる。あと今でゴミ捨て、あ、見てる見てる。リストさんがゴミ捨てやってるの見てます。宿舎前通路からタクヤ、魚、青の3名であのミーティング向かって、僕が最初突き抜けてそのままボタン押しに行ったんですけど、リンさんがなんか、うん、ミーティングのピのあたりでなんかずっとぼったちしてて切りかかってきました。いや、やばかったリンさんだけど。あー、そうなんだ、うん、違うけど、あのでも S 字値になっちゃうんだったら釣ってもらっていいけど、私切ってないんだよな。リンさん視点ってどうなってる？いや、わかんない。みんながどうやって上がってきてボタンを押されたら死んでたから、私見えてないんだよね、もう誰がか。タックヤさんと魚さんと僕でもう3人で一緒に上がって、うん、タックヤさんが多分先行し、タックヤ魚で多分下上で分かってたんじゃないかな。そうそうそう。で、魚さんをリンさん切ってる姿は僕も見てます。で、リストがゴミ捨てしているのまで見てます。なるほど。はい、違うけど、ちょっともう一回ちゃんと洗ってほしい。私、切ってないからで、もしかも見えてもないから、正直わかんない。でも、このまま。B さんはどんなんですか？はい。あ、1キル目は、あ、さっき、見えてないって言ってたんですけど、じゃ場所を言うと、多分、あと私がはしごを上がったら、みかんさんが、はしご斜め上ぐらいのところで、タスクをやってんのが最後見えたぐらいだったんで。あ、そうなんだ。でもそこいたよね、多分私も。あ、いました、いました。で、そうそうそう、すいません、タヌプヨさんかわかんないけど、うん、最後、後ろから誰かが来たの、はしご上がったの見えて、なんか茶色、黒っぽかったからタヌプヨさんかなと思ったけど、リンさんの帽子だった可能性はある。そう、単体験してたんで。あ、じゃあそうですね。うん、私は、上がった時に見えてるみかんさん。一応ね、青タクヤでしか成り立たないですよ、リンさん視点って。初手でタクヤさんに隠し色出してるのって僕だから、うん、魚さんとね、うん、あ、でも今もそうだから、多分もうそこしか対抗ないけど、切ってないんだよな。だからどうしようわかんない。ちなみにリンさんってさっきの、このもう一個前の方のゲンさんとかが死んだ時って、うん、どっちから来てますか？はい、そのコックピット側からメイン側からどっちから来ました？メイン脇で、メインでタスクやって、エンジンでタスクやって、そのまま上上がってはしご、うん、あ、だから私釣ってもらっていいけど、私切ってないから、本当にちょっとどっちか釣ってもらった方がいいのかな。青さんか分かんない、タクさんか分かんないけど、精査してほしいです。釣ってください、お願いします。はい、宮田恵司。なんてこったなんてこった。マジ何、マジリンさんが切ってるように見えたって、マジ、あ、リンさんが切ってるの見た、あ、マジ、え、あ、はぁ、どうしよう、待って、え、マジ、え、てか待って、じゃあつまりミーティング3人いたってこと？ボタン押してるの別人だったもんね。あ、3人いたってこと？じゃあダブルキルしないわ。あ、なるほどね、リソが1人見落としてるのか、なるほどね。あー、もう終わったんだけど、すいませんでした、本当に。なんてこった、やばいってこれ。あ、じゃあまあ、ありがとうございます。じゃあね。じゃあね。あ、釣る、僕らを釣る意思ってどんくらいあります？あんまない。なくて、で、ゲンさんの位置って僕左下かなっていう風に思ってて、左下だったらね、センちゃんが自主点でヒット位置、リソが隠してるんかなっていう風に思ってるんですよ。リソが隠してる、あ、脇はリソキッチン玉木だった。
多分どれが最終原産の死人で、金庫から宿舎に入るときに、源さんとすれ違って源さんはミーティング側からエンジンに降りてってました。でちょうどその時がコミサボが入ってたので、どれがミーティングボタンに向かって源さんがおそらくコミサボ方面に向かっているっていう状態なので、いや今の話だとリンさんがエンジンから宿舎上がってミーティングに来る道中で会ってんじゃないって思ってる。リソさんに聞きたいんですけど、ウキウキゲーミングで大丈夫でしたっけ？あ、リソはもうまずのガンウキです。ただ、あの日キッチン脇せんちゃんとしたじゃん。エンジンコミカの扉閉まってたから、うんうんうん、リソはベントでしかキルできなくなってる時点で。いや、リソさんはもともと、うん、あの浮きだからどこにでも行ける人物。あ、扉はね、開いてたんだよね、コックピットと通信室のそのターンって。あ、扉情報はあってた。通信室あがね、うん、確かめちゃくちゃいたと思うんだよ、うん、そのターンって。リソリン、モルテン、あと誰かいたかな、魚さんとかもいたかな。はいはいはい、目、はい、直していた人の中に、うんうんうん、だからベントでしか無理だよ、リソ。なんかモルさんを、まあ、どう見るかだと思ってるんですけど、そっちの、イタサキルが、まあ、リソ、じゃあリソか天野さんしかないって感じですよね。うん、いや、千野はベントでできるのか、いけますね。ケンちゃんはコネクトだったらいけるかな。展望から出てきたところしか僕は見れてないから、うん、多分コネクトだったらの測定は予測は全員一緒だと思うから、どれみかんさんもリソさんも千野も多分できると思う。実践は拓也さんしか隠しろ出せないから、うん、うん。いや、もうなんか僕は釣ってっていいかなと思ってるんだけど。釣っちゃえ釣っちゃえ。どっから？あ、まあ、千ちゃんとかから釣ってってって思ってる。うん、僕リソからでいいかなと思ってた。あ、センちゃんいいじゃん。いや、センノさん入れます。センノさんはあの宿舎から下がってるのは僕見てるんで、うん、リソさんに入れるしかないんだけど、移られてもいいけど、セブンゲーミングさん、セブンさんかリソさんのどっちかになります。そこの精査ちゃんとしてほしい。オッケー。タイミットです。やばい。もうタヌキがやばい。もうリソにロックオンしてる。やばい。アオシャン、あれか？マットかと思ったけど。あのね、最後さ、リソ、ゲンさんがさ、あっち行ってこっち来てるからさ、エンジンコミュ感は扉開いてるのよ、あのターン。だからあれバレたらやばいと思ってたけど、今閉まってることにしてくれたんだけど。はい。ありがとうございます。ナイス。ドレミの来るね。はい。はい、でドレミカンは原産の死人情報を出している上にミーティングに行って、一応後ろから誰かが来ていて、それがリンさんだったっていうのでゴミ捨てタスクのところにいるっていうのは一応証明はされてる。うん、だからみかんちゃんは確かに、ゴミサボが鳴るちょっと前に金庫に入ってるのは僕見てるんで、まあ、飛べる位置ではあるけど、あーそうか、あるけどって感じなんですよね。ただ僕は、うん、千野さんが宿舎から展望デッキに行く道中でリソを見ないのかなっていうのを思ってたんで、どっちかが人外だろうなっていうふうに思ってたんで。およしろ出てたっけ。僕は出てないけど、ミーティングの奥の方だったら切れるぐらいなのかな、感覚的に。その場合はみかんちゃんと二人外で、ゲンさんが下に降りてるっていう情報と、あ、そうかそうか、そう、ユタさんがシャワーだから、あ、そう、僕はそっちは怖いなって思ってるかな。割と必要にドレミ釣りたくないっていう意思を感じてるから。あと理想千野さんが合わない世界線は全然あって、その理想はコンプピットでダウンロードとあれあのハンドルやってるから、その2個やってる間だったら全然千野さんって抜けられる人だから。でなおかつその後扉閉めもされた上であのコミュサブなってるわけだから、全然合わなくてもそこはおかしくないと思う。あれ、その前なんかやってるって言ってなかったっけ。あ、脇がキッチンだからゴミとあの拳銃の上は閉まってる。なので千野さんはね、あの早めに下に下ってる人物なんで合うかなっていう、うん、まあ、早めのちょっとあのあれがあれだけど、リソもその2つやって速攻でそっち行ってるから左に、まあ、どっちみち合わなくてもそこはおかしくなさそうだけど、別に白が出るとかではない。あ、もう僕は千ちゃん釣っちゃった以上全部釣ってきますよ。で、ね、リソさんってもう単体しかないと思ってるから、うん、もうだったらタヌポヤさんとドルミカンさんのラインをケアした方がいいと思ってる。あ、オッケー、オッケー。なるほど。リソが、どれは、どれは、リンさんかリソが確実に原産を切ってると思ってるんで、絶対コック、あ、違う、宿舎から。ちなみに、タヌポヨさんは多分込み直してますよ。
あ、そう、直してる。僕からでもいいですよ。マジ？僕からでもいい。理想だ。まあ、理想と。OK、じゃあ、タナポイさん入れるね。マジか。どれは理想？僕が入れてないです。絶対理想だと思ってるんで。青、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 マットメイト CEO。理想切ってこれ。頼むわ。これ、ピピしよう。ピピピピ。やっぱ理想だよな。そうか。ボタン。はい、見よったよし。よいしょー。あい、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 あい。よいしょー。だよね、やっぱ青ちゃんだよね。オッケー。よいしょー。あい。よいしょー。あい、あい、あい、よいしょー。あい、あい、あい、あい。時間ギリギリかな、これ。あい、あい。あい、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 あい。よいしょー。あー！待って、マジで？マジで？マジで？もうめちゃくちゃ怒りすぎだろ。強っ。誰もよかったのに。マジで強かったのに。やばー。なんか白出たから言うタイミング失っちゃっていっかと思った。強すぎ。マジで？いやー、惜しい、惜しい。すごい。絶対ハゲだと思った。マジで？強すぎた。よかった。危ねえ。ねえ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 、私さ、切ってなくて。リソさんが切ったんだけど、ごめん、でも私さ、本当にボタンの方に行っててさ、切ってないのにさ、チャンスにいたのに切ったとか言われて衝撃だったんだけど。ごめん、そうだった、俺リソさん、俺目線なんかミーティングの真横の扉、あ、なんか真横のところでなんかリンさんが超こんなダンスしてたように見えて一瞬。え、でも私最終ボタン下に行ってて切ってなくて、え、今切りましたとか言われてちょっとびっくりした。マジでびっくりした。この輪だってやつですから、ね、その現場を僕が見てたかな。なるほどね。あ、これ拓哉さん視点でリンさんこれもう無理だ、釣られるわと思ったから、リソは無理ですって言うしかなかった。なるほど。あ、じゃあ奇跡、まあ、どっちが切っても一緒。奇跡的にリンさんがインポスターだったからよかったけど、やばかったって普通に。あ、そうそう、切ったのはリソさんだった。はい、危なかった。